ただあれ生放送は大変だろうな。あ、じゃあスギちゃんでいきましょう。じゃあスギちゃんで、あ、セクシーになっちゃった。じゃあこんな感じでいきましょう。はい、うちピーのいないときメモはなーって。まあそうなのよね、あの人が作らなかったらそれはそもそもときメモなのかっていうね。コナミの会長がゲーム嫌いっていうね話をたまに聞くんだけど、わざとラブレボ。まあでもラブレボ、あ、でもまだやってるか。そう、コンチャースさん慌てるとこ見たくて。もう意地悪なんだから。行こうね、行きましょう行きましょう。ん、あ、びっくりした、ま、びっくりした。私一瞬また森林公園に来たかと思ったけど、今日はあれよね、フリーマーケットよね。びっくりした、また森林公園かと思った。せーの、にっか、触りたい。よしよしよし、どうぞ。社長変わるしかないのかな。ソシャゲかとかやめてほしいんだけど。その格好やばい、スギちゃんみたいでしょ。え、超ストライク。おうおうおうおお、すげえ似合ってるし。ありがとう。ああ、サイレントヒルの新作期待してたのになって。そうよね、コナミいっぱいね、素敵なゲーム持ってんのに。流行りのアイテムでしょ。ソシャゲはかん、ソシャゲはソシャゲはどーん、ちょっと勘弁してほしいかな。だって課金しちゃうもん。課金しなきゃいけない割に、だって末置き機よりも絶対さ、どこに何あの凝ったことできないからさ。あ、カオス、どこに何があんの。混んでるな。ねえ、ルカちゃんあんま好きじゃないのかな。ん、ちょっとちょっと手握るぐらいならできるかな。どうかした。あ、むきゅうよ、すぐったでしょう今。あらついつい課金しちゃうわって。スマホでやるって時点でテンション下がるんです。うん、そうよね、このゲームはがっつり背負う機器でやってほしい。結構人気なんだな。お、振り回ってねえ、混んでるな。なんかいい服ないかしら。ああ、じゃあ今度はタッチにしてみよう。せー、あ、はいはい、そこまで。あら、堂々されちゃったわ。シリーズ新作がスマホってなえるわね。それはね、とてもわかる。あ、スマホかってなる。ん？ゆう、真ん中か上か、 2?1 だと気合入りすぎかな。2か、じゃあ2。そっか、お、お前が楽しいならまあいいや。あん、どうした、まあまあかな、まあまあかしら。にゃ、この服は気に入った。まあ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 、あ、良い感じ。まあ良かったわ。地震、え、また地震、え、また地震。やっぱお前いい、また遊びに行こうぜ。あ、でも揺れてる。あ、あら、うん、ちょっと揺れたね。なんか洗濯バサミがブラブラ揺れてたから。いや、回数多いね。混んでるな。まあ震度は全然弱いけど、でも回数の多さにびっくりするわ。ちょっと、ああ、触れれるかな。こっち、あ、来る、まだ帰りたくない。お、そんな感じ、そんな感じ。何回トラが来るのかしら。ヒロインを家まで送り届けるか。もう勘弁して、今の可愛かったね。あ、テールさんいらっしゃいませ。お礼を言うのはこっち。じゃあおやすみ。じゃあおやすみに、もう一発、もう一発近づけるかな。いい、いいかしら。いいよ。お、いいの、おいで。お、いいの、くっつけるかな。もっとおいで。あ、最後はくっつけるかしらね。接吻しましょうって。ズズ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 、まだかいよ。一度だけじゃきっと足りない。あら、お前は欲しがり屋さんね。お、前に震災の頃 GS やって元気出してたわって。そうよね、こういう心のオアシスは必要よ。ほんと過ぎたって怖いわーって。あ、ルカちゃんからメール。あ、大胆のお前のせいでドキドキが止まらない。嬉しいドキドキがね。これはスキンシップの効果とかあったのかな。へえ。
まあ順調にもう5月も終わりか。あ、千葉県でマグニチュード 4.2 だから東京も揺れたんだ。じゃあフリマも行ったし、じゃあまた健康でもあげようかな。うん、はい、健康。ん？みんなデレデと変わるわねってこの時間だけでも自身のこと忘れたい。あ、熊本とか九州の人か。そうね、羽ばたき市は、羽ばたき市には地震の被害はないから、あの忘れましょう。あのお前今度の休みに入って、そうそうそう、このゲームをやってる間はみんな羽ばたき市の住民なんで、あのん、あら、あらあらあら、最近地震ばっかりでもう言えよ。まあそうよね、当事者たちは。あ、あら、とうとう、あら、好き好き、あら、じゃあさ、あらら、俺の部屋来なよ。あら、いきなりこんなあら、ちょっとびっくり。うん、行く行く行く。じゃあどこで待ち合わせしよっか。自宅前かな。だな、ね、勝負先。あら、薄着。俺はその倍なんか照れるね、うん、そんじゃね、ミニスカキャミソール、ミニスカキャミソールで待機しなきゃ。でももうまだ、だって2年生の序盤よ。ゴミ捨て完了、さてと。ん、やめろって。ん、いって少しは手加減しろよ。ん、待て待て待て。ああ、ニーナくんだ。チャンバラごっこだっけ。ちょっと男子、ちゃんと掃除してよ。ふん、天下の武蔵様に指図すんじゃねえ。これでちょっとなんかね、あ、恥ずかしいとこ見られた的な。キャー、武蔵様かっこいい、スキュリー。で、くそ、油断した。やんちゃねえ。次一番左の子が好き。ああ、ああ、ああ、拙者が参る、こーい。あらあら、ハハハ、逃げろ。おい、こんなやんちゃな時もあるのね。逃げ、ドン。うわ、何してんの。ゴミ捨ての帰り楽しそうだったね。あ、おい、早くしねえとあいつ来るぞ。ああ、はすみくんって、あのすごく弱そうな藤修介でしょ。ニーナ、誰。あ、はすみくんとか気になるね。はすみくん、どんな感じだよ。おい、はすみくんってそもそもあれ、どうも失礼します。どうやったら出たんだろう。待て、あれ、はすみくんってどういう風にやったらあれ出てきたんだろう。あれ、なんか条件があるんだ。あ、魅力が必要なの。あら、魅力が必要だとしたら結構厳しいものがあるわね。だってルカちゃんには必要ないんだっけ、魅力は確か。あ、今野先輩だ。まあまあ、今野先輩で行きましょう。じゃあ喫茶店、これ終わったら隠しキャラやろって。終わったら、あの、一旦別のゲームやります。よかったらお茶して帰りません。ごめん、これから先だ。それじゃ、じゃあしょうがないわね。あと、そう、なんちゃら先生、相沢先生って何、どうやったら出てくるの。あの人に関しては全く出てきたことないし、もしかしたら、そう、私プレミアムに出てこないのかと思ったもん。 BL 業務に興味ありませんかってBL ゲーム、まあ学園ハンサムならやったことあるけど。あ、デバッグやりません。デバッグってどういう時にやるんだろう。デバッグやったらなんか誰も攻略できなくなりそうだけど。浴衣、私浴衣持ってたっけ。浴衣はでも持ってたっけ、ミニ浴衣。お金欲しい時よって。あ、そっかそっか。何、デバッグがネバッグに聞こえた。じゃあ今日は、まあまだ唐揚げでいいかな。ミニスカ、あ、そっか、ちょっと服装見てみよう。服装見て、ちょっとミニスカがあるかどうか。キャミソールフリルでこれでいいかな。あ、あった、デニムミニスカート。
あ、もうバリバリセクシーでいっちゃいますよ。ねえ、これでいいんじゃない。あ、デート、あ、今日がデート、じゃあ今日はダメね。セクシーになっちゃダメよね。セクシーはダメだから、キャミソールがセクシーなのかな。じゃあこれでこれでいきましょう。今日は、あれどこだっけ、どこだっけ、デートするの。あ、おうちデートか。そうだ、そうだそうだ、おうちデートよね。じゃあこれでいいかしらね。これでいいわよね。うん、ミニスカ、キャミソール、よし、じゃあこれでいきましょう。あ、シュシュ変えて、シュシュをどれにしたらいいかな。小物どれがいいかしら。あら、なかなかセクシーから変わんないね。難しいね。あ、デニー、そのミニスカがダメ。あー、あれ、じゃあミニスカない、あれ、ひらひらミニ、ひらひらミニ持ってないよ。これだってミニじゃないもんね。ないんだ、判定。ひらひらミニスカートないよね。葉っぱ1枚。あ、そっか、デニムミニはミニじゃないんだ、残念。せっかくおうちデートなのに。じゃあキュートでいいわ、もうこれでいきましょう。すごいわね、何月よこれ。じゃあこれでいきます。よし、はい、じゃあいきます。オレンジはね、ミニスカートじゃなかったのよね。スカートいらない。スカートいらないわ、すごいわね。遅くなっちゃった、立ち見も読んでるよ。お、あら、こんな服も持ってたかしら。あ、なんかちょっとこうちゃんのっぽいね、こうちゃんの服っぽいけど。あった、うん、そうじゃないけど。じゃ、もうちょっとこっち。ん、はい、おとなしく待ってたご褒美。あ、なに、なに、ご褒美って、なにご褒美って、なんだかにゃん。この服が気に入った。うん、まあまあまあ、もう、あれ、なんのご褒美だろう。その服かわいい。お、かなりいい感じ。あら、これは何、あの調教好きになってるから。本当に、うん、試しみたいくらい。わー、いいわよ。あら、キュートも好きなんだ。最近よく見るね、その色。あー、この色、そういう色も似合うんだ。お、やった、新発見。流行持ってた、あれ、流行紫から何色になったんだろう。あ、キュートも好きなんだ。ようこそ俺たちの秘密基地へ。ねえ、お邪魔します。何、さあ、ああ、お、ズズズ、こっち来る。ズズズ、びっくりした。今度からは予告して。はい。おうち、おうち、それじゃ失礼します。私やる気満々じゃないの、あの格好。さ、そういえば、うん、ちゃんと俺の部屋に上がるの初めてだっけ。いや、そうではないんじゃない。だってお部屋のね、窓際で黄昏れてたじゃん。分かってる、あら、分かってるの、ね、ええのんか。いいよ、ええのんか。もっとおいで。もっと行ってもええのか。じゃあ至近距離で、我慢我慢。あ、
こっちのこと。あらー我慢我慢辛抱たまらないのね。素敵な部屋だね。かな素敵な部屋でいいかな。そう1よね。これは多分1よね。うん素敵な部屋よね。本当に？お、そう思う？ほうほうほう。俺も気に入ってる。ちょっと散らかってるけどね。ねえ、じゃあ追っ始めましょうか。参ったな。ズズ。いいよ。ズズズズ。おいで、もっとおいで。からのヒューンヒューンヒューン。さあどんな反応するかな？離れたらダメだ。あ。はーい。ね、いじけないで。じゃあ、至近距離でもう一発。我慢我慢。こっちのこと。我慢我慢。すごいじらしてる。あ、見る。どこ見る。いいベッドでしょう。あら。シングルだけどね。ま、でも二人までなら。嘘嘘。よう、もうシングルでも重なればいいのよ。参ったな。もうエッチなんだから、もうもっと行っちゃうわ。もっと行きます。ググ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 グ。もうさ、なんでもない。シングルベッド懐かしい。シングルベッドで。ベッド潰れちゃうとか何よ。お、あ、あ、あ、まだ返したくない。あら、もう終わっちゃったのね。何？じゃあ返さないで、返さないで。もっとおいで。行く行く行く。ズン。お別れの宙にはまだ早い。あら。我慢、体に悪いわよって。あ、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 あ。あら。あら、呼んでくれた？とうとう。とうとう富江呼び？いいよ。おいで。俺も触っちゃダメか。ええわよ。ええわよ、私の。いいわよ。え？ダメ？ちゃんってつけなきゃ。ええよ。うん、いいよ。よかった。プルプルさせんなって。ね、たわわなおっぱいでしょ？何？うん、いいよ。おいで、もっとおいで。じゃあ至近距離でじー。お前に優しくされると何でも許せそうな気がする。あら、あら、こんなセリフ言ってくれたっけ。でも急にどうしたの。急じゃない、ずっと考えてた。うん。結構勇気出したんだ。だからもう一回呼ぶ、うん、富江。いやー、自然島流しされましたって。続々と立ち見シーンにっていう人が。じゃあ至近距離でいたずら。ダメだって。もうもうこれ付き合ってるじゃん。俺、うちまで送るよ。あ、ありがとう。何？来て。これまただって2。抱きしめてもいい？あ、いいよ。2年生の前半よ、まだこれ。お前ってそんなにエッチだったっけ？あれ？あれ？こんなこと言うの？はい、ドスケベですけど。この2人は付き合ってませんって。ありがとう、送ってくれて。お礼を言うのはこっち。うん。じゃあ。おやすみ。おやすみ。何？いいよ。まあ、確かに私はドスケベだけどさ。はい。ダメだって、もう。スケベしますよ。ルカちゃんに送ってもらっちゃった。あら、でも出れるの早いわね。もうこんな、あ、ときめき修学旅行。そっか。あ、メール。もうお前に会いたい。お前にまた触れてほしい。どうしたらいいって。ちょっと恥ずかしいわ。あら、これはときめき修学旅行行けそうね。じゃあそうと分かったら、まあ別の男に手でも出しましょうか。ねえ、ハスミン君はでも魅力を上げなきゃいけないんだもんな。まあいいや、じゃあ気配りもあげたいから、じゃあまたミオちゃんと。たまたま来いって。コウちゃんはダメなのよね。そうそう、コウちゃんはあんま手出しちゃダメって言われてんだよね。せいちゃん、はしみ、せいちゃん、ニーナって。あ、あ、
あら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 大変。あれこれパン食い競争ないもんね。これな間違うと、じゃあまあ二人キャン二人三脚。あ、ハチマキ、ハチマキしとけばよかった。玉入れが簡単でもな。あ、岡平さんいらっしゃいませ。玉入れおすすめ。じゃあ玉入れにします。でも玉にはじゃあさ、玉転がししてみよっか。私だって毎回二人三脚だもん。たまには玉を転がしましょう。うん、大玉転がしに出よう。だって私いつも二人三脚だもん。あ、ひたすらスティックを回すだけ。フライングは2回で失格。あ、難しそう。難しい？これどうやって持ちましょうかしら。これ難しそう。フライングはダメ。位置について。うん、よーい。コロ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 。あ、難しい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 。これ難しい。待って待って待って。待って、ちょっと待って待って待って、これ難しいんだけど。待って、これ超手痛い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 。待って、ちょっと待って、これ難しいんだけど。あ、待って。なんなのよ、ちょっと難しすぎじゃないこれ。よし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 。あ、ゆっくりゆっくりゆっくり。B よ。あーん、さすがベイブねって。難しかった。みんなが難しいって言ってるのが分かった気がする。やれやれだ。あ、ごめんね。ダメ、笑ってくれたら許す。ほら笑って。はい、ありがとう。でもビリか、ハチマキがあればなーって。出荷決定。玉転がしは慣れてんだけどな。あ、ゼカちゃんだ。はあ、やっと回ってきた。うん、うふ、お待たせしました。おとなしく待ってたご褒美に2回踊っていい。あ、いいよいいよ、喜んで。あと5分、ありがとう教えてくれて。じゃあ延長します。はい、オッケーオッケーオッケー、延長できた。平くん来るかな次は。あ、よろしく。はい、よろしく。でもまだツンツン。次は、あ、河野先輩。先輩から慕われてんだ。よろしく。どうも。あ、来た来た来た。見る。お、ダメだったか。来た来た、タイラ。どうしたの？今年は期待してたんだけどな。タイラー、熱に戻れ。あらあら、去年と同じことを言わせるんじゃないぞ。いいわよ、今からでも。か、あとでちょっとだけタイラーと踊ってやるか。いいわよ。え、本当に？かわいい。ちょっと前髪が来てるけどかわいい。大迫ちゃん、タイラだけなんてずるいよ。あら、みんなこの私と踊りたいのね。冗談だね、かわいいよね。そんな、タイラは無視しないとって。髪のことは言っちゃダメって。ちょっと髪きてると思うんだよね、タイラくん。いや、ビリになっちゃった。もう大玉転がしはやめましょう。あんなに難しいと思わなかった。また髪の話してるって。クイーン候補外れたとはガン無視。結構露骨ね。じゃあどうしよう。恋愛もあげようかな。魅力もあげよう。よし、じゃあ魅力アップ、魅力ウップ。おい、ハゲのことタイラーって言うのやめろよって。トメちゃんまだ髪の毛は大丈夫かな。タイラーは面食いね。初見です、こんばんは。大将ネギトロくださいって。初見じゃないでしょ、だから。あ、イルカショー、
じゃあ親友どうしよう。したら先輩親友にしてみよっか。パラメーター的にもそんなに的外れじゃなさそうだし。ねえ、くねくねを親友にしてみよっか。じゃあ今週はまず恋愛あげます。で、水族館好きかな、あの人。あの人水族館好きかしら。今日受験者多いのねって。今日立ち見しい割と人いるかもね。そうね、ちょっとデートしてみましょうか、くねりんこと。はい、データを上書きして、あ、イルカショーは好き。あ、よかったよかったよかった。じゃあちょっと先輩を親友にしてみよう。対戦。設楽です。あ、おかまですけど。ああ、何の用だ。冷たいわ、写真飾ってるのに。じゃあ来週に、あ、水族館が好きなんだ。へえ、ちょっとそれは意外かも。水族館に行きましょう。ねえ、水族館に行きませんか。あ、なんで。ん、このなんではどうだ。別にいいけど。あ、断る理由もないし。このなんではいい、いいなんでなんだ。ああ、でもそうか、設楽先輩をときめかせるには魅力が必要なんだ。とめちゃんのうるせえを思い出した。よく言ってたね、うるせえって。よし、じゃあ今週はじゃあ勉強でもあげようかな。勉強、バイトの初任給でビータを買ったから次はときめも買うわ。おーおーおーおお、ビータね、結構使えるよね。私の通勤のお供です。あ、嵐さんだ。え、じゃあまあお茶でいっか、お茶でもしましょう。最近はブスって言わないわねって。あんま、そうね、あんまりブスって言う機会がないかも。ねえ、お茶して帰らない。じゃあ、いいよ別に。おうおうおう、今日はいいのね。ビータは素晴らしい。ビータ今2万円くらいじゃない、多分。あ、ところで内山くん、うん、嵐さんの食べ物なんだっけ。なんだ、あ、結構ビータ持ってる人いるんだ今。アツシくんじゃありません。あ、椎茸が好きなんだっけ。なんだっけ、なーに。好き嫌いならねえよ。あ、そっか、ねえな。あ、あれ。なんだっけ、ほら緑色のアボカボ。あ、どう。アボカボかわいい。アボカド。ああ、あれはやだな。果物なんだか野菜なんだか、うん、油みたいな味がする。でもアドガボだ。私もアボカドすごい美味しくて大好きと思って、あのアボカド専門店に行ったら、あれあれね、アボカドって少量だから美味しいのね。あれさ、お腹、あのアボカド料理いっぱい食べたら気持ち悪くなっちゃって。そう、あれって、あ、ちょっと物足りないかもぐらいの量が美味しいんだね。もう最後の方ちょっとうーってなっちゃった。あと椎茸、変な味だよな。あ、割と嫌いあるのね。あんなの好きなやついねえだろう。そういうのは好き嫌いって言わねえんだよ。私は好きだけどね、椎茸。森のバターやでって。そうだね、油分がすごいからかな。そう、女子はアボカド好きだよね。でもね、やっぱちょっとお腹いっぱい食べたらちょっとうぷってなっちゃったかな。あ、じゃあ設楽先輩だからシックな服か、もしくは流行。そう、サラダに入ってたりとかね。そうそうそう、ちょっと添えてあるぐらいが実はちょうどいいのかなと思う。え、流行はボレロ青ピアス。ボレロ、あ、持ってるよね確か。ボレロ持ってる持ってる。アボボボって、もう全然。アボボボってすごいね。アボボボ苦手だわって。